器の小さき男には一生食えぬおでんにそら。面白いことになってきたな。うろろろろ。あいつ、いいやつだな。おお、義理堅き男だ。おでん様と安家様はまさに盟友であったが、まさか、お、安家殿。休んだらどうだ。何の彼しき、決戦は近いのじゃ。やった。どうした。我々が準備